迫り来る警察。ある日、市橋が仕事の寮に戻ってくるとスーツ姿の男たちが立っていたそうです。市橋は本能的に警察だと見抜き、そのまま逃走。逃亡犯には刑事を見抜く能力が身につくのかもしれないですね。逃げる中で市橋が考えたのは顔の整形。所持金が90万円ほどあったため、そのまま名古屋の病院で眉間を高くする手術を受けます。ですがこの時担当した医師は市橋のある違和感に気づいたのでした。それは市橋の顔にあった傷。実は市橋は顔に特徴的なほくろを持っていましたが、顔を変えるため自ら切り取っていました。医師はその傷と報道されていたほくろの位置が一致することに気づいたのです。不審に思った医師は警察に通報します。市橋は抜歯のため1週間後に病院に来ることになっていましたが、結局現れませんでした。何かを本能的に感じ取ったのかもしれないですね。その後市橋は自分が整形したことが世間にバレていることが分かり愕然とします。鹿児島から沖縄へ行くのは危険と判断し、神戸のフェリー乗り場へと向かったのでした。ですがここで予想外のことが起こります。神戸のフェリー乗り場からは沖縄行きの船が出ていないと判明。スタッフから大阪に便があると教えてもらい、仕方なく市橋はタクシーで大阪に向かいます。この時フェリー乗り場のスタッフも市橋にピンときたらしく、大阪のフェリー乗り場へ連絡。大阪のフェリー乗り場スタッフが市橋だと確信し、ついに警察に通報します。